はい、どうも皆さんこんにちは、三賢者の新平です。今日も言葉やっていきましょうということで、今回はメイドクガ降臨ですねに、レイピアサシンリーダーで行ってきました。でですね、僕レイピアサシンまだ服25で、炎上耐性が 10% しかついてません。ただね、リーダースキルの HP50%アタック 50% の方は服関係なしで通ってるので、まあ本当に1体手に入れたとか1体だけレイピアサシン取れたって人でもメイドクガ、まあサブさえ揃ってれば勝てるよっていうところで、まあ見ていただければなと思います。はい、でまあコツをまあ最初に喋るのだとすれば、炎上耐性がないからって勝てないわけではないっていう点だけまず押さえておいてください。大事なのはビリビリガードと回復をしっかり回すってことです。ただですね、僕レイピアサシンが、満腹になってない、服が全然上がってないので、レイピアサシンのキラーが全然強くないんですね。なので、相当時間かかってます。この動画10分ぐらいあります、覚悟してください。で、完全に同じ編成で同じぐらいの服でやろうとする人はそれぐらいかかっちゃうよっていうことだけご了承いただければなと思います。でですね、この盤面、偶数盤面ですね、2ターン4ターン6ターンとかね、偶数の盤面なんですけども、ビリビリが3つ出てきます。このターンはなるべくですけど回復に専念してあげた方がいいと思います。あまりビリビリガードを持ってないキャラクターで文字をたくさん組みすぎると本当に一気にガッと削られて、で回復がさらに入ってなかったりするともう次のターンの炎上でやられてしまうってことが全然あり得るので、しっかりとこのターンは回復して体力をマックスまで持ってってあげる。マックスじゃなくてもまあ2万とか、まあせいぜい1万ぐらいですよね。ですね、3体炎上にかかってしまった場合、まず最初に3000で1体出したところで2000でもう1体出して1000なので、3000、2000、1000の6000ダメージ食らっちゃうんですよね。これが結構しんどい。なので少なくとも6000プラス、まあ、ビリビリをある程度踏んでしまうことを踏まえて1万ぐらいの HP 確保は常にしておかないといけないのかなと思っています。で、回復キャラ、闇の回復キャラって意外とそんなに多くなかったりします。なので持ってる回復キャラ全部詰め込んでもいいぐらいだと思いますね。はい、でキョンシーとかもですね、しっかりと満腹にしていると結構な回、技でもね結構な回復してくれます。なのでしっかりと回復を積んでおくっていうことが大事だと思いますね。はい、イブカーミラ持ってない人に関してはあそこは水着のイーニャンとかでもいいと思いますね。はい、で僕でひたすらここ痛い池を作ってるんですけども、痛い池を作ることによって、愛のイの回復効果が発動するので、まあ台風持ってる人とか愛持ってる人は痛い系作ってあげてもいいかもしれないですね。まあ痛い系が作れると正直愛の回復量で事足りてしまうので台風をそこに入れる必要はないんですけども、まあ一応ね保険としてマックスまでっていうところで、入れておいてもいいのかなと。まあ他にねキャラクターがいる人とかに関しては、台風のところ他のキャラに変えてあげてもいいのかなとは思いますね。はい、異性体とかにしてもいいですし、はい、でなるべくなんですけども、ここ、汚染を食らった場合はですね、汚染を食らっているキャラクターから出していくことをおすすめします。ただ僕ここね、ちょっと向かいの壺の攻撃を出したかったので、今ルシファーを残しています。でこれルシファー残すのは本当は良くないと思いますね。ただまあ盤面上どうしても残さなきゃいけないとかも出てくると思うので、そういう時はしっかりと回復に専念する、そこが一番大事ですね。はい、で結構ルシファーとかあとは、シュンシーじゃなくてショーリンジーとかを入れてる人は経済誌結構作りやすいと思うので、まあ覚えていくといいワードなのかなと思いますね。経済誌とかあとは台風入れてる人は痛石とかその辺ですかね。はい、運よくここ、まあ、2体だったんで、まあ2体から3体のランダムなのかなと、思っています。分かんない、もしかしたらこの盤面は確定2体なのかもしれないんですけど、はい、ここでね痛い石を作って回復することを選んでいますね。はい、でここでイブカーミラを投げることによって、まあ、ビリビリのガードをビリビリを、ね、のダメージを少しでも減らそうと。でもねここねちょっと悪手だったかなと思いますね。次にケンタロス来てたんで次の火力になったかなと思いますね。はい、まあ、そういう判断も結構その場その場で大事になってくるので、結構ね
なんだろう、上級クラスの割に難しいクエストになってるのかなと個人的には思いますね。結構だから楽しいですね。はい、まあこの編成以外で、まあ、じゃあどんな編成勝てるのって言ったら、あのもうゴリゴリの火力推しの人が多分多いです。ツイッターとか見ててももうゴリゴリの火力推しで、戦っている人がかなりいますね。はい、まあこの場面も経済室にすればよかったなと思ってますね、今ね。はい、例えば破滅リーダーとかで残酷リーズとサシソエールのコンボとか決めてあげると、もうそれだけで40万ぐらいボーンって飛んでくるんですよ。マジで強いです、本当に強い。で、あの今僕これなるべく持ってない方のためにっていうところで入れてないんですけども、残酷リーズと、サシソエールのペア持ってる方は入れてあげるとよりスムーズに、火力のね要因になるので、よりスムーズに倒しやすくなるかなと思います。彼、あの彼女たちね、両方ともビリビリガードを持っていて、サイがね、通過単位の弱点を貫けるので、サイサイで弱点をドーンドーンとつけるんですね。なので相当火力高くなるのでおすすめです。はい、で、セイドールに関しても持てる方は全然入れてもいいと思います。ただまあセイドールじゃなくてもいいのかなとは思いますけどね。はい、まあレイピアサシンを連れていく場合は弱点が多分つけないのかな。レを含む通過単位がちょっとあるかどうかは分かんないんですけども、はい、もしあるんだったらコメント欄に書いていただけると僕も勉強になるのでお願いします。はい、まあ、キラーがね 70% まで乗るので結構優秀ですよね。しっかりと火力どっかの要因になると思うので、こういうね僕みたいな編成でレイピアサシンリーダーで行く場合はいかにレイピアサシンで火力を出していくかっていうところを、まあ、意識してあげるといいのかなと思いますね。はい、さあここ結構悩みましたね。イブカーミラでバフをかけるのか、うかいのツボで回復をするのか。まあ結果的に僕はうかいのツボで回復することを選んだんですけど、まあドローバフを使ってうかいのツボ、あのイブカーミラを左に投げてうかいのツボのドローバフをかけてってやれば、まあバフが1個余分に乗ったんで、うん、そうすればよかったかなとは思ってますけどね。はい、で、ここ異例祭っていう5文字のワードがあるので、まあ狙える方は狙ってみてもいいのかなと思います。まあ特段異例祭を狙う必要も多分ないと思うんですけど、あ待って、レイが単位になるのか、ゼロで単位になってんのか、あなってねえね。はい、ここも確か、あここは攻めに行ったのかな、いやまだだな。でこういう盤面も、一番左にね多分少林寺を入れると思うんですけども、炎上を処理してあげる。でここも痛い池ですね。まあ、結構痛い池を覚えておくと、あのイブカーミラとかでもね、あイブカーミラ出ないか、ごめんなさい、まあ、いいねピカとか、いいねとか入れてる人はね、出やすかったりとか、まあ、いの4文字、お尻指定じゃなければ、技出るので。で、ケイジトリとケンタウロスに関しては、そのキャラが手持ち少ない人は、必須クラスで入れといていいのかなと思いますね。ケイがもうそれで通過単位の弱点をつけるので、非常に強力ですね。はい、これも経済史が作れたのになんで俺は差を入れたんだろうと思ってますね。はい、僕の場合はもう回復キャラ総動員で入れてますね。特にレイピアサシンの服が全然上がってなかったので回復しないと多分回んないなと思って、回復をガン積みしてるんですけども、まあ、レイピアサシン満腹になってたりとか、その他の炎上耐性のキャラクターだったりとか、あとはもっと火力が出るキャラクターだったりとかだったら、まあ、もうちょっと少なくてもいいのかなと。あのルシファーリーダーにしてとかでも全然勝てるので、しっかりと回復ね、あの火力が上がる分回復キャラ少なくても回復量が上がるので全然試してみてください。で、パンドラですね。パンドラとかもかなり強いです。セイで通過単位の弱点をつけるのって、
持ってる方はルシファーと一緒に組み合わせてあげて、まあ、誠意を作ってダメージを与えるとか、で、まあ、回復も持ってるのでね、まあ、そこまでたくさん回復できないんですけども、回復持ってるので非常に優秀だとは思います。はい、あとはねツイッターとかでアーサーリーダーでクリアしてたりとか、あとはテフノト、やっぱりテフノトでクリアしてる人だったりとかもいますね。あとマナーアニマリーダーで、クリアしている人とかもいるので、ぜひぜひそういったねツイッターとか見ながら参考にしていただけるといいと思います。はい、まあ、しっかりと炎上体制というよりもしっかりと回復をちゃんと回してあげる、でビリビリガードをちゃんと用意してあげる、でこの2つがちょっと用意できない人はまだクリアするのきついかなって思います。はい、よろしければ参考にしていただけると幸いです。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してくれるといいね。